こんばんは。本日のマッチはイーストミッドランズ対パリサンジェルマン、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まります。前線出てくる人数が多いでしょうね。パリサンジェルマン来た、先制、パリサンジェルマン。アルブライトン、スルーパスを出す、裏へのスルーパス、チャンス来た、クロス、頭、前半最初のコーナーキック、ヘディング、勝ち越し。はい、このボールに触ります。裏のスペースを狙う、タッチ終わったところで笛が吹かれました。試合終了、2対1、激闘を制したのはパリ・サンジェルマン。本日のマッチはアーセナル対パリ・サンジェルマン、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いします。どうも。チャンスだ、チャンス来た、シュート、先制。じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。裏を狙っていきます。いい展開ですね。ルーズになる、いやー、同点、パリ・サンジェルマン。軌道を上げたいところ、緩いボール、シュートレンジです。クロスボールに笛です。1対1、両チーム引き分け、同点のまま試合を終えました。さあ、北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか？前半と後半でお互いに自分たちの時間帯がありましたね。皆さん、こんばんは。本日の試合は MD ホワイト対パリ・サンジェルマン、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤、するのが難しそうなんですが、北澤さん、こういった場合どういう攻め方が効果的なんでしょうか？まあ、方法はいくつかありますけども、例えば遠目から接近。パリ・サンジェルマン先制。このボール危険です。サイドラインを割ったところで長い笛。1対0、パリ・サンジェルマン勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。北澤さん、本日の対戦、何かコメントございますか？皆さん、こんばんは。本日の試合はブラジル対パリ・サンジェルマン、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラです。北澤さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。パストーレックからカバーニ、ボール入りましたよ。さあ、ディマリア、フリーダ、クロスを選択、ゴール。これは防ぎきれなかった。このボールをカットします。さあ、左へ預けて、ここで笛です。1対0、パリ・サンジェルマン1点差を守りきり勝利しました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。いい試合でしたね。本日の試合はアルゼンチン対パリ・サンジェルマン、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。選手層が熱いですからね。今日はどういった使い方をしてくるかでしょうね。注目するポイントの一つですよね。来た、先制、パリサンではこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。レフリー、試合終了のホイッスル。1対0、パリ・サンジェルマン勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。結局前半の